ストライクウッド器具、これじゃあようです。唐沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、歴代使ってみたキャラ衝撃度ランキングはい、やっていきたいと思います。まあこれ、何なのかって話なんですけど、まあ当時レベルで見たときに、まあ僕がね、使ってみて、まあ使ってみた動画を見てね、なんかすごい衝撃を受けたキャラ。はい、まあ当時レベルなんでね、まあなんか、わからない人もいるかもしれないけど、なんか昔のキャラとか出てきちゃったりとかね。当時の環境とかもあるからね。そうそうそう、ね。はい。で、なんか似たような動画、まあ、前回このランキング系で、カタログスペックランキングみたいなのやったんですけど、まああれとはちょっと別ですね。カタログスペックランキングは、もう、紙だけで。あれプラスで、なんかいろんなことが分かった後ってことだよね。そうそう。だから SS のバイアリスとかも分かってるし、まあ実際後使ってるから書簡とかも分かってるしっていう、そういう感じで、まあ歴代のその環境で、どれだけ衝撃があったか。で、その衝撃を、なんか、数値化して、ランキングしたっていう感じですね。はい、ということで、やっていきたいと思います。第10位は、おにゃんこぽんアルファ。おー、おにゃんこぽんアルファか。はい、まあ、個人的衝撃度第10位と。歴代第10位。歴代第10位。結構高いですね。いやね、おにゃんこぽんアルファはもう、マジ一番衝撃だったところ。まあ、これみんなもそうだと思うんですけど、SS。これで 200% 出せるという固定値で、うん、HP 消費分のね、いやね、当時こんなやついなかったっすよ。いないっすよ。だから本当いろんなやつ満帆できたよね。そうそう、HP 半分消費して200倍とかもいた。いましたね、いました。ジュズマルとかだったかな。うん、あ、違う、ウリエルかとか、うん、まあ、いろんな数値ありましたけどね。そういう199消費してさらにそれを200倍するって言ってない、マジでやなかったっすよ。違いない。うん、で、まあ、こいつ、まあ、1段階目なんですけど、5ターン目で。はい。まあ、当時なんかさ、集会、経由さとかなのかな。はい。で、おにゃんこぽんアルファかなり重宝されてて、まあ、当時でいう、その人権レベルだったと思うんですよね。当時なんか友情ワンパとか、その気軽なキャラいなかったんだね。いなかった。まあ、なので、おにゃんこぽんアルファのこの、SS の衝撃度。半端なかったですね。もう使ってみた動画からさ、もう2段階目とかでさ、なんか2000万とかでしたさ。2000万そうそう、最大2000万。あ、2000万こんな簡単に。まあ、1000万、1段階目で。うん。あ、出せちゃうんだ、みたいな。うわ、いや、これは衝撃度ね、かなり高かったっすね、個人的には。いや、もうちょい上げようか、もう、なんて悩んだけど。はい、これぐらいになりました。あれ、俺最初意外なキャラだったかもしれない。ちょっと意外だった。いや、でもこれ、ほんと言われればそう。言われればそう。いや、そんな、何千万っていなかったの。そう、マジそう。普通に考えると。はい。ってな感じで、おにゃんこぽんアルファにしました。はい、第9位。かなり昔のキャラなんですけど、獣神化タンポポ。へぇ、俺知らないな、この時代は。いやね、こいつも、まあ結局はね、今回衝撃度ってことなんで、なんかワンパン系が多くなっちゃってるとは思うんだけど、このタンポポも、その、まあほんと初期の方のワンパンキャラよ。ワンパンできてたんだ。この SS っすね。なんかね、最初、爆かなんか疑われてされてるね。えぐいダメージ出てたから。はい、このヒット数爆弾、これを使ってなんかワンパンしようつか、もう当時流行りだったね。別にワンパンしなくてもこいつ自体の友情も使いやすくてよかったっていうのもあるけど。これはね、使ってみてからの衝撃度半端なかったっすね。いや、タンポポ自体があったレベル。これでだからワンパンするってことだよね、SS で。そう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 。で、自分でやっぱヒット数稼げるのもいいんだよな。普通に強いんだけどさ。ああ、相性もいいんだ。そう。はい。だからね、タンポポはね、まあ、好きな人はもう、大好きなんじゃないかな。今でもやっぱ、ファンがいるレベル。だから、獣神化回した時に、一番いろいろ言われてたかもね。変わりすぎだろと。えって。え、マジで、あの時の面影ゼロやん、みたいな。SS がまるで違うしな。そう、まるで違うんだよね。あれ、もう殴りキャラじゃない。え、反射になっちゃったね、みたいな。そう。だからね、ここなんかね、文句も多かったから、俺のイメージとしてはね。なるほどね。それはだから、1回目の衝撃、こっちの衝撃がすごかったからってことだよね。そう、獣神化のやっぱり衝撃がすごかったから、で、やっぱワンパンまでできてしまったからね。うん、はい。まあ、このタンポポはね、まあ、一つ衝撃度高かったんですね、個人的には。はい。第9位です。第8位クラピカ。おー、これはそうだろうな。もうねー。もうこれもね、はっきり言って、やっぱ SS やっぱ使ってみて衝撃を受けたのは。だってこれしか書かれてないけど、とんでもない効果だからね。エンペラータイムじゃないのよ。
さ、これに詰め込まれてるものがさ、すごすぎて。まあこれ、自称もするんですけど、多少なりと。はい。まあ、倍率よね。シンプルに。その、2.5 倍が、2回連続打てていいんですかっていう話。あのね、投資レベルで言うともう、ありえんぐらい強かった。ありえん。今だとなんかさ、まあまあまあ 2. 何倍、いや、まあいるよね、みたいな。いるよね。強いけどね、今でも。ガチで、ね、今でも強い。だから、うん、今でも強いってことはおかしいのよ。おかしいです。何年前って話だから、あの、マジで、あの、5段階ぐらい上行ってんだよ、こいつ。ギミックタイムも含めてね。ありえないでしょ。じゃあ、普通にありえないです、クラピカは。うん。これ、まあ、ミスったんだろうね。いや、でも、クラピカっていうキャラがやっぱね、強いですからね。あ、まあ、そうだね。原作でね。それを、まあ、ね、表したのかな。もしかしたら。はい。まあ、当時は、超バラカンフォーとかもなかったんですけど、それでも使われるっていう。長かったね、クラピカ。え、マジで長い。え、これ、こいつほど息長いキャラは、まあ、知らないレベルかな。本当はね。本当一番長いレベルじゃない？多分そうかもね。うん。うん、はい。まあ、この SS。まあ、当時レベルだと、まあ、2.5 倍か ?2.4 かだっけ ?2.5 だったよね、確か。2.5 に手術がね、意味がわからなかった。という意味で、第8位にしました。第7位勇者大。おぉ。コラボ続きますが、はい。大の SS の仕様は、本当に見た瞬間びっくりしましたね。これね、どっちも必中だったやつだよね。そう。まず、ボス必中ね。で、弱点も必中。そんなの、一番いいに決まってる。なんか、打ち勝ちじゃんって言ってたような気がする。あ、そうそうそう。あのね、ついに出したかっていう感じ。なんかね、この台が出る前にも、やっぱワンパンキャラ、やっぱ文化はあったんで、もうすでに。はい。なんか、ね、やっぱワンパンキャラ強いなっていうイメージはあったんですよ、当時から。だけど、この仕様はいなかった。どっちかが必中じゃないか、どっちも必中じゃないかみたいなね。そう。それか、もう一撃じゃない。ああ、連打系。そう、連打系っていうね。はいはい、これは、一撃で高倍率ゾンで、一発でぶち込めるから強いんだよね。偽装がないとかもあるか。吸い上げ式とか、ね。そう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 、吸い上げ式。だから一発ゾン系は全部吸い上げ式だったから、基本的には。はい。だけど、まあ、こいつはね、すべていいよ。ワンパンエッセンス全部これになればいいと思ってる。いや、なんていうの、最上級の形、これがほんと、直殴り追撃の、うん。これがベストなんだから。うん、なんか連打系だとね、最近のところカチンってしまっちゃうやつとかさ、そのギミックでやっぱ対応されちゃうんですよね。あ、そうね。これはね、対応されづらいんですよ。はい。ってな感じで、もうね、このワンパン SS の理想、今でも理想だと思う。この仕様が出るのが一番強い。だからポルタネフト系も強いじゃん。強い。そうだね。ポルタネフも一緒じゃん。倍率はちょっと抑えられてる。ちょっと抑え気味だけど、やっぱ台が強すぎたんでね。はい。まあ倍率的にも、やっぱ仕様的にも、この台っていうのは衝撃度かなり高い。はい。ということで、第7位。第6位魔法使いポップ。お、また台から。いやね、あのね、台の大冒険コラボってね、やっぱ壊れてましたね。まあ、フラパコラボだったから。そうね。あ、シンプルに。はい。ということで、まあ、SS、とんでもない衝撃を受けました。本当にね、これがね、40% 割合。で、範囲なんすよね。そうでしたね。いや、ガチで、その、ポップ出るまで、まあ、割合キャラいましたよ、言うて。まあ、範囲も、絶対どこもいたけど、うん、この 40% をやっぱりね、複数体に当てられるっていうのはね、異常だった当時。こんな高倍率でね。そう。あの、割合数値が。いなかったよね。そう。なんか複数のやつだったらね、言うてなんか 15% とか。うん、わかる。うん、なんかそんぐらい、まあ、20いくかいかないかぐらいのやつを、これ一気に引き上げてくれたキャラ。なんすよ、ポップは。と、おまけみたいなイメージだった。これ出るまで。あ、そうそうそう。割合数値が。単体30何ぼとかはいたかもしれない。あ、そうだね。そう、単体、そう、なんか40近くみたいなね、ちょいちょいいたんだけど、範囲で40はマジでこいつが、うん、やっぱ、初めてレベル。なんか割合 SS のなんか引き上げたよね、ポップは。うん、いや、ポップはね、ここインフレだと思う。うん、割合のインフレ。まあ、コラボでしか割合のインフレは起きないんだけど、まあ、ここがなんか一個の、起点というか、ね。そうそうそう、分岐点だったかなっていう感じはする。はい。まあ、最初、ポップね、使ってみるまでは正直、まあ、わかんないじゃん。割合の数字とかもわかんないし。
まあ、範囲割合なんだなってのは分かるじゃん。雑な友情キャラだろうかな、ぐらいの。そう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 。雰囲気友情キャラっぽいじゃん。ただの。使いやすい友情キャラ入りましたな、みたいなさ。いや、最近のコラボだってもあるじゃん。あるある。なんか友情キャラ入ったな、みたいな。うん、初心者の人用かな、みたいな。これもガチすぎて。SS の内容がぶっ飛びすぎてね。いや、マジぶっ飛びすぎて。これはね、本当にね、一つの時代を築いたキャラだと思います。だからそう、割合でも革命を起こしてて、ワンパンでも革命起こしてないね、この大の大冒険は。いや、すごいコラボでしたね、今回。いや、えぐいよ。で、なんかね、はぐれみたいなのもあったわけなんで。確かに。クエスト的にもう革命起こしよ。ね、スライム出たしね。うん。すげえやっぱコラボだったよね。そうね。大の大冒険は。はい。っていうことで、まあ、割合に革命を起こしたポップが、第6位。第5位ヤクモ。おぉ、こっちでも来るか、やっぱり。あのね、もうヤクモ、なんかいろいろやっぱね、これ、順位、まあ、順位もうちょい上でもいいかもね、もしかしたら、うん、はい、友情コンボの革命です。これは衝撃度高かったっすね。もう当時、まあ、もう本当2年前とかの話っすけど、そうっすね、まあ2年経ってないんですけど、やっぱりね、気軽友情ワンパンを、まあ、確実性がある程度あってね、うん、うん、実現したのはやっぱヤクモだよね。そうだね、ここまで気軽ではなかった。できたけどね。できた。テセウスとかが一応出てたんで、その、1ヶ月前ぐらいに。そうね。こいつが出る1ヶ月前に。だから、友情ワンパンさせてくれそうだなって雰囲気は流れてた。うん、で、新春で、あ、もう、ほぼほぼなんか確実にある程度のとこだったらワンパンしてくれるなっていう友情セット。で、SS までまだマジ偉いみたいな。やつを、やってくれたのが2023年でした。で、それの手始めはこのヤクモ、リクミレーソン。俺はさ、ちょっとさ、カタログスペックだけだとさ、友情の威力感っていうのはあんまり想像できなかったのよ、そのアーギレットしか持ってなかったし、この友情をね。そう。で、いざ使ってみたら、もうとんでもない範囲でやったから、びっくりしたね、ほんと。しかも貫通だからね。そうなんだよね。使いやすいマジで。アーギレットと違ってね。もうなんか、やりたいことすべてやってくれてたな、うん。今でも使うけど。やっぱ、打点の高さは今でもやっぱ最上級だもんね。今でもナンバーワンだね、うん、これは。なので、やっぱ衝撃度はね、相当高いっす。うん。まあもちろんね、こっちの衝撃もありましたけど、まあ主にはカタログスペックね。カタログスペックランキングでは上げたんですけど、これじゃやばいっすよね。うん、うん。でもハイプラグの仕様が分かってなかったんで。ハイプラグはまあ、紙だけだとね。だよね、正直だけど。正直これ見たときビビった。ビビったよね。めっちゃ当てやすいし、つえーみたいな。うん、でこっちもこっちはびっくりはしてる。ある程度衝撃もあったね、友情で、うん。はい。まあなんでね。はい。まあ、ヤクモはね、ちょっと入れざるを得なかったですね。これはね、はい。すごく衝撃的なキャラでした。第5位。第4位。朝倉陽。来たわ。いや、これはもう本当に衝撃だったよ。俺は。いや、俺も衝撃だよ、これ。まあでもなんか性能がね、完全に明らかになるまではどうなんかなとは思ってた。攻撃型とはなってたよね。まずね、そう、攻撃が高いよ。この性能で攻撃つかねえだろうって思ってた。SS がね、ちょっとバグりすぎて、うん、ちょっと衝撃度高かったですね。そうね。なんと、初の 100% 割合。夢の。夢の。撃ったら相手死ぬ。どんな相手もしばきます。どんなに仕様がクソすぎて、何も入らないステージも、この割合だけは仕事しますみたいな。そうなんですよ。まあ、必殺仕事人ですよね。本当に、まあでもね、条件はね、ヒット数とかね、敵振り高さとかね。まあ厳しいけどね、そう、いろいろあるんですけどね。やっぱりね、100% やってるキャラっていうのが、まあ、今もそうですけど、いないんで。いないし。まあ、できないよねって思ってたし、正直。いや、そんなん出したら終わっちゃうわ、と思ってたけど、そうそうそう、やってきたよね。これはすごいことだよ。だからね、この100を一回体感しちゃうとさ、単体30とか使いたくないって言ってたよね。なんか、最低でも50以上ねえと、みたいな。うわぁ、そうね。まあ、最低40かな。うん。とかもう思っちゃうわけですよね。だってやっぱやりすぎだと思ったと思うんだよね。いや、これやりすぎだ。このコラボって他のキャラも結構、まあ、条件厳しいけど、割合数値高かったじゃん。あんまこっからこの辺から出なくなったもんね、高い割合数値って。でもやっぱこのコラボからいろんな条件つけてやっぱ割合が出始めたイメージ。そうそう、この用もそうじゃないですか。ヒット数と敵の触れた数で割合数値を上げる可変式、うん、はい。まあ過去にも可変式はこの前にもいたと思うんですけど、コラボ3体で可変式の割合を打ってくるとはマジで思わなかった。そうね。
確か、あのホロホロとかもショット時の HP だっけ、ショットホだっけ、あれどっちだったっけ。まあだけど HP 見て、 HP を見ての結構可変、可変だよね、広かったしね。でもう一体のレンやつ、そうレンもあれだよね、残存 HP の可変式でしたよね。最初に言えば 50%、 そう杖てな悪くはない。はい、まあてな感じでね、まあなんか割合 SS の革命を起こしたコラボって言っても過言ではないね。なんならマーキングは絶頂ぐらいかもしれない。こっから落ちてったイメージなんだよな、割合。いや、割合絶頂。なんならワンパンエーセスがやっぱちょっとあんま出せなくて。そうそうそう。だから割合で勝負していこうっていう時代だったね、多分、運営的に。そう。で、調整間違えしちゃいましたかみたいな。あるぐらいの。今年最後だし、みたいな。確か11月だったと思うんだよ、ね。あ、そうだね、コラボ時期は。うん、今年最後のコラボだしな。ちょっとやるか、みたいな感じで気合い入れたと思うよ。はい。その結果生み出してしまったバケモンがこの朝倉陽っていうキャラだと思うんですよね。はい、まあ、なので皆さんにも衝撃あったんじゃないでしょうか、この朝倉陽ね。はい、第4位、第3位、リヴァイ兵士長。おお、これはそうだな、ワンパン SS ですよな。いや、これは誰もが衝撃あるんじゃない、当時やってた人には。マジでこんなワンパンすんのって思った、マジで。ねえ、なんかね、ワンパンするのはね、やっぱキルトとかもいたんですけど、こんな楽にワンパンするのかね。あ、そうだね。うん。はい、言うなら。そう、言うならば。うん。なんかボスの弱点必中なんですよ、こいつ。最初に触れてしまえば。うん。うん、弱点をわーってやる。一番相手が殴られてたくないところ、わーってやるんですよ。勝手に。勝手にやって倍率もそこそこあって。ね。シャン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 、わーうおーっつってね。そうね、はい、まあこのシンプルにやっぱ SS が強かった、楽で強かった。だってやっぱこの知恵とかみんな知らないんじゃないかな。知らない人ワンパンすぎて、ワンちゃんいる、ワンちゃんいるマジで知らない人ワンちゃんいるね。逆に知らない人多いだろうって言われすぎて知ってる人多いから。そうだね逆にね、はい。まあリヴァイ兵士、リヴァイ兵士長、なんで兵士長って言っちゃうんだろう、まあ、リヴァイはうん、なんだろうな、まあもうワンパン SS のなんか知らしめてるか、代表2つ、まあ、デクもストロなんだけど、役割としてはリヴァイもまた同じぐらいなんかワンパン SS を知らしめたかなってイメージがある、うん。まあ、デクはね時代作ってるよね、もちろん、うん。まあ、リヴァイでなんか本番感、そう本当に衝撃的なワンパンだなってイメージがある、本番感あるね、うん。はい、まあ、なのでかなり当時やってた人、お世話になった人も多いんじゃないでしょうか。SS の衝撃度でリヴァイ、まあ、重心深いも期待されてたからね、けどね、ここが強すぎて、ね、あんま伸びなかったね。まあそうだね、当時の方がやっぱすごかった、衝撃は。そうだね、うん、でも強いんですけどね、相変わらず。でもここがヤバすぎてなんかあんま衝撃感じなかったですね。はい、っていうことで第3位はリヴァイ、第2位ルシファー。きたー、ルシファー。はいはい、っていうことで、もうね、ルシファーもね、この友情には衝撃を受けました。いや、何ですか、前半いい、属性友情、効果力。前半で拾う。あ、前半って同時に拾うね。そう、うん。こんな SS 仕様、いません。つかね、出せないっす。もう出せないっす。ルシファー以外出せないっす。もう。ハイエナ以外もう出せないね、この形式の友情は、ね。いやー、これね、当時ね、まあ会場でね、戻り。うん。出てたんですけど。使ってみた動画が発表された時に、はい、びっくりしましたねいや俺もね、なんかね、ルシファーするだろうと思ってやっぱり、ね、予想とかはしたんですけど、性能、うん、そうだよね。結構ふざけて予想し、ふざけてはないけど、まあこうなったらいいなって思う風に予想して、本当の理想の限界値を予想したみたいな感じでしょ。そう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 、それがちゃんと実現したいやこれ珍しいですよね、理想値まで届くのって。やっぱいや、でも強く期待しちゃうもんだから。そう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 、ちょっとねやっぱりね、自分のなんかね理想を入れすぎて、そうそうそう、なんか大体そういうなんか性能予想とかってなると大体実現しないですよね、期待しすぎたなみたいな。そうね、これはちゃんと期待通りマジすごいルシファーは、うん、全属性キラー M まで期待通りだったから、ね、そうやばいですね、すごくね。いや俺すごくないそれ、まあ、予想変のもすごい当てすぎじゃない俺、全属性キラー M とハイエナジーサクラ当てるの、やばいね、そう考えると。すごいな、俺。はい。まあ、ちょっとジガジさんも挟むんですけど、まあ、とりあえずハイエナジーサークル。うん。これのやっぱ衝撃がやばかったね。まあ、仕様だね。仕様威力。うん。
とんでもない。はい。まあ本当衝撃度が高かったよね。まあ嬉しさもかなり混じってるんですけど。そうね。この衝撃度はなかなか超えられないでしょうね。間違いない。はい。と、うん、いうことで、第2位。ルシファー、十字架か。第1位ネオ。来た。いや、本当にね、悩みました。1位、2位は。まあでもこの2体どっちかなと思って。衝撃度で言ったら。確かに。まあ俺はネオかなって思った。まあ、理由はね、いろいろあるんですけど、まあ当時レベルで見ると、まあ、まず優勝威力かな。まああの26をね、ぐちゃぐちゃにしたら衝撃したね、俺は。うん。あれね、近畿の表に違う、ね。そうです。はい。まああそこ優勝できるとは思わなかった、ね。思わなかった。まああれはだいぶ衝撃度高かったんじゃないかな。なんかいろんな人も思うと思う。ほんとヒーヒーだからやってたからさ、その俺26は。マジむずい。あ、無理だとね。俺はもうスズランでしたね。スズランでね。そう。殴ってくれそう。殴って頑張ってやってた。まあ、まさかの、こいつで友情ゲーしていくと。そうなんですよね。まあほんと、使ってみたステージ的にもね、衝撃的でしたね。うん、まあね、シンプルにもうパッと見てね、120レベルでやっぱ10万乗ってるリフレクションリング、これが大暴れするっていうのがありえなかったですね。10万がやっぱこの乱立しちゃうとね、さすがに強いなと思います。だから当時はね、使ってみた動画でこの友情威力を見た時に驚きました。わかる。10万って、ありえないだろうみたいな。なんか当時レベルで言うとなんか言うてこれぐらいの、なんかいっぱいわーってなるやつって5万、よくて5万とか。下手したら2万とかそんな。下手したら2万とかもありえたんじゃないかな。うん、そう、ほんと属性以上でこんだけ出せるのがね、そうやばいよね。まあなんか8万ぐらいやってくれたらいいなって思ってたんですよ、ね、その出る前。はいはい。うん。はい。それがなんと、まあ、大幅に自分の見積もりをね、超えて、はい。まあ10万で出てくれました。みたいな。遊撃なしで、ね、そうよね。うん、はい。SS もちょっとびっくりしませんでした、内容的に。ああね、SS もびっくりした。スピードアップをつけられるんでね、アクセラレーター。そう。今名前変わっちゃってアクセラレーターに。当時なんかスピードアップをつけるみたいな文言だったね。で、減速率緩和も入って、倍率も高いし。ああ、緩和とかはマジで分かんなかったね。そうで、倍率確かに。2倍 2.5 倍6プラス6で打てるっつうのも意味わかんないね。多分最強格なんじゃない？ね、これ系なら多分本当最強格だよね。うん。だってやっぱミューズとかもらえなかったもんね、この倍率は。ミューズでだって 1.1、1.5 とかだもんね。6プラス6で。これは2倍 2.5 だから本当特別すぎるよね。いや、かなり特別。うん。でこれだけだったら、なんか、ルシファーと、まあ、ルシファー1位でもいいかなと思ったんですよね、これは。ということは、リバースの話か。やっぱ、リバースは、俺、だいぶ時代作ったなって感じがしたんだけど。100何倍まで見えるんだよね、確か。そう、SS の倍率がね。SS、まあ、吹っ飛ばし系なんですけど、うん、やっぱ、コラボキャラしか、やっぱ、ワンパンが、まあ、そこまで多くない。武見勝司とかだったんじゃない？よく直殴りの追記みたいなやつだと、そんなね、オリジナルキャラはいなかったよね。そう、モンストオリジナルキャラって言った話になるとね。うん、ついに、モンストオリジナルキャラがワンパンする時代が来たかって、このネオリバースが出た時に思った。この、加減はするけど、めちゃくちゃ倍率高かったもんね。そう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 、マックスがもうほんととんでもなかったんで、いや、これビビりましたね。ネオリバースが出てきた時。で、これ発表された後にだってこっち言われてるから。それにビビってる。ビビるけど。衝撃度ありすぎるけど、ね。リバースで、ああ、これ今回ワンパンキャラなんだって思ってからのあの友情だから。そうよね、うん。だからやっぱこの2枚の衝撃っていうのはちょっと超えるキャラいなかったかなって思いました。うん、まあ、ノーダメヒールで俺、蘇生するのもびっくりしてる。ああ、なるほどね。なんかびっくりするとこ多かったな、こいつ。ノーダメヒールで、ノーダメヒールこいつからですか？熱いそうだね。はい。まあ、てな感じでね。個人的には1位はネオにしました。まあ、両形態のやっぱ使ってみてるとか入れてなんですけど。二度びっくりがあるとね、高いね。こいつはやっぱ時代作りましたよ。まあ、インフレなんじゃないですか、ネオは。間違いなく、時代を一つ引き上げた。新春でその年の一番高いの出し始めたのはこっからじゃないだって。ああ。実際。どうなんだろうね。どっかで飲まれてたイメージだから、新春キャラ言うて。その前の年はアルセーヌとかかな。そう、アルセーヌとか。アルセーヌとか。そうだね。途中ちょっと出番減ってきちゃったかもね。もしかしたら。うん、でも、ネオはなんか1年間ちゃんと強かった。通して強かったもんね。
で、その次の年の、まあ、ヤクモはさらに長いんですけど。そうなんですけど。だから始まりというか、だからそんくらい強く作ったという意味で将棋だったよ。なんか1年ちゃんと強くしようっていう意思を感じるよね。そうそう。うん、ここら辺から。はい。っていうことで、いろいろ言ったんですが、第1位はネオ。はい。ということで、まあ、歴代の衝撃動画を使ってみたランキングやっていきました。まあ僕のはこんな感じになりました。まあこれ人それぞれ違うと思うんですけどね。そうっすね。うん。欲しいキャラとかいたんすか？欲しいキャラいましたよ。いいっすか？欲しいキャラ言っちゃって。何体かくださいよ。順位はこれつけないんですけどね。まあちょっとルナとか。あ、ルナね。オリジナルキャラで言うと。やっぱり、SS のバフがさ、やっぱ2倍もらえるっつうのはさ。初でしたからね。だからルナも結構衝撃的だったんで、入れよう感が良いましたね。あと悩んだキャラは、コナン。コナンなんだ止まらねえ SS あしかもそれが継続するってなるのは結構、はい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 、うわ強えってシンプルに思いました、ね、確かにもっと惜しいキャラいたかもしれないけど、うん、ゾロとかねゾロいいね、うん、ゾロもその結構衝撃だった俺も、うん、あの殴り感で可変割合がね高割合だからね可変って60% まで見えてねそう割合キャラってやっぱ自分の性能あんま高くないイメージがあったのよ実際、うん、そうだねだけどゾロは高かったから結構びっくりしたなゾロは本当今でもまあ強いもんね。ね使うレベルだもんね。はい、あと、ジン・ユウイチかな。あ俺的には。ここも割合で友情強いみたいな感じ。なんか割合がやっぱ強化入ってる時だね。そうだね。どっちもかなその時、久我もいたから。うん。まあ、とりあえずなんか、まあ、友情も強かったし、割合もあの手のやつが初めてだっていうことで衝撃度高かったかな。うん、もうなんか上げるときりないぐらい、めちゃくちゃいる。乙骨とかもいるし。はいはいはい。そうだね。ミヤモ的にはやっぱ。あと黒崎いちごとかもね、入れた感じでしょとか。いちご、確かに。うん、まあ、いっぱいいるね。こう考えると。いっぱい衝撃的に受けた。あの、レム、レム。レム。ああ、なるほど。ハイブリッドが初だよね。初だね、多分。そう。しかも、強すぎ直だね、っていう。いまだ最高打点レベルの。はい。まあ今ではレムアルファはやっぱかなり活躍してるんですけど、同じ仕様でね。うん。やっぱ衝撃度高かったっすかね。あ、ブルーローズとかもそうっすね。あ、ブルーローズもね。でも、ポップの衝撃の方が俺的にあったんで、今回は外したんですけど。はい。まあ、その辺の、やっぱ、キャラいますね。あと、まあ、マナとか、あと、過去のパンドラとか。はいはい。うん、この辺も一応候補に入ってたかな。はい。ということで、今回は以上となります。皆さんも衝撃を受けたキャラ、いましたら、教えてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。